焼き鳥目白の小野でございます。今日は焼き鳥でございます。ですね、移動販売車の方を見ていきます。まずガスはですね、このように外に置いてます。営業許可上は中で焼かなくてはいけないのですが、中でガスが漏れたら爆発するだろうということで、意地でも外に出してやっております。そして、こちら椅子でございますね、このような小さい低い椅子ですね、やっておりますが、これだけだと腰が疲れてしまいますので、テンピュールのクッション、背もたれ用なんですけど1万5000以上するので、こちらはお付けできないです。これはすごく、いいんですね、この弾力が。はい、これがないともう現場持たないような感じです。で、シンクの方を見ていきます。ちょっと今汚れちゃってますけども、現場中なのですいません。お客様来たらちょっと動画途中で止まっちゃいますが、こちらがですね、水が出ます。もちろんですね、こっちも出ますが、こちらはですね、今扇風機で風を飛ばすのと、あと、はい、このようにですね、曲がってますが、はい、こちらからも出せます。はい、これちょっと今、あれですね、もちろん出ますけど、下に荷物があるのでこのままにしてます。こっち食器洗い用でちょっと広めになってますね。このぐらいの幅とコンパクトのこのぐらいのサイズ で壁はですね、適当に貼ってます。マイケル・ジャクソンの、ジャケットかウィングスかという感じですけど、レンガ調でございます。で LED のライトつけました。これがドア半ドアにしてると、つきっぱなしになります。これは夜中とか片付ける時とかですね、エンジンかけないで作業する時にとっても便利です。閉めればこのように消えますが、はい、室内のルームランプから配線取ってます。 LED です。そして、天井鉄板張りです。ここからですね、ここから上全部これ黒い、布ではなく鉄板になっております。そしてこちらの壁まで全部ですね、このように今焼き台置いてありますが、この下も、きれいに作り直してあります。このようにですね、どれだけ火が上がってももう問題ないように、ですね、しっかり作ってます。こちらだけ色変わってますけどね、はい、もっと磨けばツヤツヤに光るんですけど、で今食材を置いております。このようにですね、メニュー表と今焼き鳥を置いた状況です。今解凍中だったのでちょっと下ろさせていただきます。はい、国産の美味しい皮でございます。はい、はい、で、下の方収納ですね、結構あります。このようにですね、もう一個の、コンロですね、下の方スペース普通にその幅までありますので、いろいろ物を入れるのが便利かと思います。はい、でこちらにレジ袋という感じで、室内の電気用なんですが、これはちょっと暗いですけどね、 LED になっています。で、電力ほとんど食わないようにですね、今回のは作ってあります。エンジンかけっぱなしにすればですね、こちらにインバーターございます。100V、150W までですかね、あんまり大きくないんですけども、こちらの方のコンセントでも、使えます。エンジン切ったままでもつけるんですけど、その後そのうちシガーの部分がすぐと先っぽ溶けちゃうので、何もし、やっぱエンジンかけたままがいいと思います。今下ちょっとブルーシート敷いてますが、普通の、内装の下のところですね。はい、ちょっと電話で聞かっちゃいましたが、こちらは取りきます。で、こちらがスリーのオーニングでございます。オーニングを全部下ろしますとですね、このように完全に、食材の方を隠すことができます。はい、これは冬場ですね、かなり寒い時でもこのオーニングがあると、全然、暖を取れますので、とても大きいと思います。そして前の方にはこのような隠しをしておりますね、しなくてもいいかと思いますが。で、前後バンパーは同色に塗っております。でこちらの方が、提灯のライトですね。このように電気でつけて、ちょっと暗くて分かりませんが、はい、でこちらも LED です。 LED1 個3000円ぐらいしましたかね、電球いいやつですね。でこちらもですね、よく見るとこのここから配線を来てここまで来て、営業が終わった後はここにですね、パタンと挟めて2個とも挟めるように、手間のかからないようにしてあります。そして、ショーケースです。ショーケースもお付けいたします。こちらのショーケースはですね、ちょっとひびが入ってます。こちらも結構高いんですけども、ここにひび入っちゃったので、こちらも無料でお付けするという感じでございます。でここにメニュー表とかですね、営業中とか前は看板つけておりました。ビールとかもやってる時はありましたので、
今日はですねパチンコ屋さんなのでアルコールは出しちゃいけない場所ですのでこのような感じになっております。焼き台ですね、こちらタレの壺です。普通の焼き台とちょっと違うサイズです。こちら79センチ、普通のは94センチのなので94センチですとギリギリになりますかね。こちら、こちらの79センチの焼き台はお付けできません、94センチのちょっと真ん中の方しか、両サイドの火の付きが弱いんですがそちらもお付けいたします。買った時は5万円ぐらいしましたということでですね、このように上に上げますと普通に雨お客様がそのまま対面でできますので雨よけもできるということでできます。あとはですね この、これが雨どいですね。水が垂れないようになってるのがついてたんですけど度重なる現場の暑さでですかねこちら側が取れてしまいました。なのでこちらのこの辺営業中この辺から少し水垂れちゃったりします。ちょっとこれは、部品出ると思うので後で部品探せばそのままお付けいたしますということで、このような感じでですね営業の方は、全然やっていけるという感じで、ちょっと離れたところから見てみますとこんな感じですね、はい、でタイヤは、5000キロぐらい前に変えたんですけど、まあ、そこそこ減ってきてますかね。まだ使えます、全然使えます。でこちらがタンクになっております。一応40リットルということで営業許可があるんですが今40リットルないです。ただこの両尾の、クーラーボックスすごいいいやつで保温力とか抜群で釣りの時使ってたんですけどもこのように、加工してしまいましてこのように落下式になっております。ポンプとか余計な電源を使わない部分でもいいですね。そしてここに、20リッターのタンクが2つ、要はこっちがここはもう下のところ切れちゃってますね。すいませんね、これはまた簡単にこれはホームセンターで売ってますので買い足してもらってこことここで2個排水は20リットルずつ出られるようになっております。で水を足すときはですねここに足を乗っけてですねこんな風に頑張ってですね入れてもらわないといけません。ここでホースがないときどうすればいいかなということで、10リッターずつ入るこの形が自由自在に曲がるなんていうんですかねこのキャンプ用のボックスを入れてましてこれがあるとすんなり楽に入れられるという感じでございます、はい。まあ、ちょっと使用感もあり結構使っちゃってますので、被災地でも大活躍した1台なんですがこのような感じでですね非常に使い勝手は良くなっております。ただ座高の高い方はですね車の方基本的には立って作業は困難ですので天井がですね当たってしまいますのでうまくやってくれないとちょっと邪魔になっちゃうかもしれないですね、はい。このように G 社ではですね、炭では焼き加減のばらつきも出るというのもありまして、LP ガスの遠赤コンロというのを使っております。タレの方はこちらの方で温める感じになっていますねという感じでございますね。こちらに、お台とかですね置いてます。あのレジの方もあの現場はレジも使ってるんですけども今回はレジがいらないということで、はい。で何気にですねホンダのアクティの旧規格といえどもですねこのように使い方次第にはかなり広く使うことができます。テーブルもですね少し伸ばしてあります。実際のここの幅で閉まる場所から比べますと30センチぐらい前に出てる感じでしょうかね。その辺もですねあの机棒がこのように見えますかね、はい、このようにして少し伸ばしてあります、はい、いかに中を快適な作りにするかというのも大事なところですので、ご検討いただければと思います。昔はこの奥にですね今まだありますけど電源とラジオ入るんですけど今ラジオのアンテナがちょっとなくなっちゃって音が聞けないですがラジオもありますという感じでございまして、もう使える目いっぱいを作ってしっかり作った1台ご検討いただければと思います。目白自動車小野でございました。焼き鳥目白小野でございました。